本当に確かなネタなんだろうな。ここまで来といてまだ疑うわけ？そうじゃねえが、そうじゃねえが、ちょっと話がうますぎないか。警備員が希少なガニメデゲリウスを横流し、取引は今夜。現れるのは密輸で手配されている賞金首とその一味、そいつらを一網打尽と。え、簡単なお仕事じゃない。だがな、うまい話には必ず裏があるんだ。ないわよ、裏なんて。どうも嫌なよ、どうも嫌な予感がしてならねえ。左に同じ虫の知らせってやつか。あんたたちって、あんたたちってお金嫌いなわけ。300万ウーロンだったっけ、そのなんとかってやつの賞金。パトリック・ジョンソン44歳、金製品、それも生き物専門のブローカーよ。300万か。確かに今の俺たちにとっちゃ喉から手が出るほど欲しい金だ。はいはい、くちゃべってる時間はないわよ。嫌ならビバップに戻って留守番でもしてなさい。その代わり、もちろん賞金は私が独り占めするとさ。ああ、わかったわかった。好き勝手やられて賞金を不意にしまったら元も子もないからな。決まりだな。裏口から逃げられたら笑い話にもならねえ。ここは二手に分かれよう。じゃあ俺はこのまま行くわ。面倒なのは性に合わないんでね。いいだろう、俺とフェーバーは外から回り込む。いいわね、雑魚は無視よ無視。狙いは300万。ああ。夜遅くまでご苦労さん。ああ、 なんだてめえは。通りすがりのカーボーイ。何？うわっ。働きすぎは体に毒だぜ。まだまだ。
邪魔だ。
どうだい、かなりの上物だろ。何しろここの水族館は太陽系一だからな。確かにいい物だ。これなら高くさばけそうだ。じゃあ取引成立だな。ええ、約束の金はこれだ。またよろしく頼む。買い手はいくらでもいるんだ。焼き魚食わせる店は多いからな。誰だお前。用があるのはそっちの旦那さ。何？パトリック・ジョンソン。あんたの首にかかっている賞金が欲しいのさ。くそ、賞金稼ぎか。逃げろ、ジョンソン。お前には用がないって言ったはずだぜ。同じことさ。こいつが捕まりゃ俺も刑務所行きだ。
すまねえ、恩に切るぜ。うわあ、なんだ、おう、やってくれるね。余裕ぶっこいてねえで、後ろを見てみな。相手はたった3人で、やってしまえ。捕まえてよ。これでまともなディナーにありつけそうね。それにしてもド派手な演出だったな。何の話だ。いや、だからさっきの爆発さ。何言ってんだ、お前が仕掛けたんじゃないのか。俺が？冗談だろ。ちょっと待って、なんか聞こえない？ん？おい、まさかさっきの爆発で。そのまさかみたいだな。逃げろ。一体どうしたってんだ。俺が知るか。お前ら。あら、奇遇じゃない。おい、ジョンソン、さっきの爆発、お前の仕業か。知らねえよ。クソ、何もかも水に流されちまって。とりあえずこいつをお金に変えちゃいましょう。ん？この曲、どこかで。おい、また妙な厄介者を拾ったんじゃないだろうな。Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.